皆さんこんにちは。今日もセクシーにセトサイラです。超恥ずかしい、本当に恥ずかしい。もう結構ダウンタイム中でさ、顔がさあれを起こしているんだけれど、今日は多めに見てください。前回私耳カメラで耳穴の中を見ながら耳の中を大掃除するっていう動画を出したと思うんですけど、まあバッド評価が多いこと、もう自分の中ではもう耳の中を YouTube で公開するっていうことをもう自分を結構励ましながら出したのにもかかわらず、ものすごいバッド評価ですよ。というわけで、何が私はそんなにバッド評価を食らうんだと思って結構見たら、みんなモザイクをかけないで出しているんですよね。結構ビビってモザイクとかかけながら出したけど、みんなが期待してたのはそうじゃないんだと。というわけで、第2回耳カメラで耳掃除をするをやっていきたいと思います。というわけで、ね、前回同様同じカメラです。カメラの詳細この辺に出します。小型カメラ兼ライトになってます。今日はね、iPad で撮影してます。いつも iPhone で撮影してるんです。i から始まるやつがあるので、これをつなぎます。で、専用アプリがあって、インスクマンって読むのかな？読み方わかんない。で、Wi-Fi につなげた状態で、こういう感じですね。今、私の肌を映してます。映るんですよ、タイムリーに。キメが整ってますね。で、これ録画機能もついてて、この録画って押すとカウントが進んでって、録画が今されてる状態です。で、このままこういう感じで耳に入れると耳の中があらわになりますよというアプリでございます。ちょっとじゃあね、今回はモザイクなしでいきますよ。じゃあ結構毛が、おお、あ、すごい。なんか前回までさ使ってたさ鉄のやつだとさ、先っぽが全然見えなかったんだけど、この透明のやつの方がほら取れた。でもちょっと弱いんだよな。あ、こいつだ。付属してる青いカバーを取り付けて耳かきを固定してくださいって書いてあるから、ちょっとこんな感じでこういう固定器がついてました。もう一回再チャレンジ。結構さ、そう、近寄ると、前回も説明した通りカメラだからさ、ちょっと距離があるところじゃないと見えないんだよね、そもそも。だね。なんかさ、細かいカスが結構ついてる感じで、あ、これちなみにね、これでライトの明かりが調節できます。このイヤホンでいうとこの音量調節するやつで。なんかさ、私の毛質ってさ、しっかり生えてんだなと思った。耳の中にシミができてんのかな。ちょい茶色いのあるね。ちょっと反対の耳もね、やっていきましょうか。結構たまりがちなんだよね。すごい毛埋まってる。なんか耳で一本一本抜きたいと思っちゃうね、これ。ちょっとね、なんかね、私にはこの穴がね太いんだよね。結構なんかこうねっちょりしたのが耳の奥側にずっとついてる感じか。あれか、これで耳を描く映像が見たかったんでね、きっと。でもね、これ難しい。だって近寄るとさ、映像的にさ、もう一回見てみましょう。いや、めちゃくちゃ難しいこれ。でもなんかさ、カメラの画質めっちゃいいね。耳ってさ、変に奥触っちゃうとさ、痛くなっちゃうからさ。お、結構奥入ったよ。なんかあんまやるとさ、耳傷ついちゃうとさ、耳ってさ、傷つくと悲惨だから、本当に。あ、もう20分もやってんだ。あー、奥にめっちゃある。でもあれさ、ちょっとさ、深すぎない？ほら痛い。このプラスチックマジで痛い。最後ちょっとさ、これ撮ってみようかな。先端が痛い。カメラだけで耳の中を見学していきたいと思います。まず右耳。あ、まだ大きいのありますね。奥にでっかい獲物がありますね。でもこれで見えちゃうとさ、撮りたくなるよね。そりゃ人間だもん。見えててこの位置だっていうのを記憶してても距離感がないのと、こいつをね、奥までね突っ込む勇気がない。取れてないよ、取れ。ほら、私の奥にはあいつが潜んでいるということだけね、今日は知っていただければ十分です。反対見に行きます。いや、こう本当にさ、なんでこのこいつかなり奥だ。ほら、かなり奥に、こいつかなり奥に化け物がいるんだよ。何これ。でもね、取れない。絶対鼓膜に近いと思うけど、本当に。
私の中には何か潜んでいるのね。いやーほらすごくない？てか音聞こえてんのとか思っちゃうね、ここまであると。いや今日はねちょっともうこれ撮れないんで。いやでもこれねついつい楽しくてやりすぎちゃってちょっと耳痛い今だから、なんかついやりすぎちゃうのは注意だね。楽しくてっていうか見えてるから撮りたいっていう欲がさどんどん増しちゃってやめられない止まらない状態が続くって感じ。いやー撮れなかったな。だってもう今 もうなんかこう悔しい感じだけが残ってるもんっていうね。今日は包み隠さず私の耳の中をお見せしました。苦手な方はすみません。あまりにもバッド評価を食らいすぎて私のメンタルが落ち込んでしまったので、もう一回再度チャレンジで今度はモザイクなしでご紹介させていただきました。結構 Amazon とか見ると本当にね安いんですよ。 2,3,000 円ぐらいで出ているものもあれば、結構高価なものだと1万円以上するようなものもあったりして、ピンキリですね。性能がいいものとかだと多分映像見ながらちゃんと撮れるんじゃないかなと思います。今回はちょっとアマゾンで結構安めのものを手に入れたので、まあ、このちょっと撮りにくいなという感想に落ちましたが、耳の中まあさなんか綺麗にしたいなっていう風にずっと思ってたので、やめられない止まらないのと、たまにチェックしながら耳の中も清潔にしていきたいと思います。はい、というわけでこれからもアラサーの気になることや気になる美容情報をたくさん発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。瀬戸セイラでした。バイバイ。